マルタ・ヤスヒロは、東京都出身の元アメリカンフットボール選手、コーチ。現在 X リーグのリクシルデアーズに所属し、オフェンスコーチを担当している。現役時代のポジションは、ランニングバック。明治学院東村山高等学校時代から、アメリカンフットボールを始めた。法政大学、トマホークスでは3年時に1試合平均263ヤード、22.3キャリーで、 関東リーグ歴代2位の1178ヤードを走った。2003年から2006年まで4年連続甲子園ボールに出場し3年次と4年次と2年連続勝利し、2回ともチャック・ミルズ杯を獲得、ライスボールへ進出したが、いずれも敗れて日本一はならなかった。2007年、カシマ・ディアーズに加入した。デビュー戦となった東京ガスクリエイターズとの試合では、 3td を挙げた。倉持和弘、村優太、伊沢健ら強力なオフェンスラインに支えられ、佐藤翔一郎らと共に活躍した。2009年シーズン、ライスボールを制止念願の日本一となった。チームが鹿島ディアーズからリックシルディアーズへと変わった後も、2014年までディアーズで首相を務めた。2016年シーズンをもって引退した。アメリカンフットボール。 日本代表にも選ばれており、2011年、アジア選手権、アメリカンフットボール世界選手権に出場している。フランス代表戦では 2DD を上げて35から10、と勝利した。カナダ代表に27の31で敗れた試合では、日本代表のゲーム MVP に選ばれている。弟のマルタタカにもアメリカンフットボール選手で、日本代表候補にも選ばれている。ありがとうございます。